到着しましたね。今日は何の日ですか？今日は 2.4 にじやさんですね。にじやさんの、はい、はい、じゃあちょっとにじやさん、うえー、すごーい、すごーい。早速、はい、マットを作りましょうか。はい、はい、レッツゴー、ゴー。こうよ、生ビール300円だって。え、いいね。温まるよ。それって一人で持ってる重さ？あ、いけます。いける、すごいね。おはようございます。おはようございます。今日は黄色できました。はい、頑張れ。まだまだいっぱいあります。これで3-3であれしますか？6枚です。もっとこれで暑いですね。田村さんと谷。おはようございます。今日の試合はどうですか？楽しみ。すごいよね。あ、このポスター。ポスターあるね。あ、大きい。大きいよね。あ、楽しみ。試合頑張って。ありがとうございます。頑張ります。本日にじやさん、はい、いかがでしょうか？そうっすね、まだカードも当日発表ってことで、誰とやるかもちょっとまだ分かってないんで、まあなんとなく予想はつくんですけど。そうだね、はい、消去法で、はい、まあでも、まあ、まあ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 、まあ、ちょっと今日外なんでいつもと状況違くて寒いんで、まあしっかりウォーミングアップして、はい、バチバチにやれたらなと。やることはまあ外でリングじゃないにしても全力で戦うってことは一緒なんで、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、頑張ります。おはようございます。すっごいテンション上がっちゃいませんか？なんていうんですか、模擬店。はい、めっちゃテンション上がります。生ビール300円、すごい。甘酒もありますよ。はい、いいですね。すごいお祭りですね。試合でした、はい、今日は試合でしたね。すごいね、闘志を燃やして気合を入れてきたんですけど、もう思わずこのにじやさんのにぎわいを見たら今すごい楽しいの方に行っちゃってて切り替えないと。バナコとの、はい、試合ですね。はい、今日はなんかゆずきがバナコを査定するみたいな発言をしましたけど、2人でお客様に認めてもらう、お客様に査定していただくような気持ちで臨みます。頑張ります。おはようございます。すごいなと思ってワクワクしてます。そうだね、はい、すごいよね、お祭りだよね、はい、もう大イベントなのでこれは頑張らないとっていうちょっとプレッシャーもありますが、はい、ゆずきさんを認めるための試合だったのですが、もうゆずずさんも認めさせなきゃいけないし、バナエさんにもやっぱりエールを送っていただいているので、もうみんなを認めさせるような熱い試合をしなきゃと思ってます。はい、頑張ってね。はい、頑張ります。今日のファッションは？今日はもうあのバナコといえば黄色だと思って、これあの手作りのバナコらしい黄色の絶対交通事故に合わないコートです。はい、今日も明るく元気にでも新しいバナコを見せられるように頑張ります。頑張って。ありがとうございます。代表、はい、代表、はい、あ、ちょっとあれ見てもらってもいいですか？何を？今日着る洋服を。代表、さっき選んでもらったんですよ。はい、これに、はい、あ、なんかそれ持ってそうじゃん、自分が。いいですか？はい、おはようございます。どうですか？いいよ、似合う。これはい、おはようございます。挨拶。おはようございます。はい、で今日は代表の夢の人と叶う日ですね。そうなんですよ。ちゃんとほら
こっちもなんかこうフリルに合わせてあえて外すっていうコーディネートができるんですよ。はいはい、今日はこれちゃんと天気も良くて、はい、覚えました。やだ早くしてよ。はいはいはい、あえて外すって感じ。なんか現場作業の人みたいですけど、トータルコーディネート見てもらってもいいですか。はい、頭と、あ、頭つけるえ、いいの、ちょっと待って、値札が頭からペロンって出てとかどっちの方がいいと思います。さっきのと、さっきの方がいい。あ、じゃあさっきのにします。はい、はい、夢の一つであった虹屋さんでのあのプロレスができます。本当でしたらね、リング組めたらよかったんですけど、でもマットプロレスでも十分こうホットシュッシュを伝えられるなと思っておりますみんなで楽しくワイワイしましょう。はい、じゃあ今日も頑張りましょう。あお、聞くな突撃インタビュー、あぶいです。今日はスペシャルゲストです。じゃじゃーん、こんにちは。ちょっとこんにちは、まったりしてるところすみません。あれ、キクさんビールは？あ、ないの？ないの？ないの？まだ仕事中なので。本日のゲストは内藤メアリーさんと三田猫さんです。よろしくお願いします。すごいゲストに呼ばれた。はい。あの元アイスリボン。はい、もっとアイスリボンになりました。あ、じゃあ一緒ですね。元アイスリボンです。よろしくお願いします、はいはい、なんであのホットシュシュをここに呼んでいただいたのでしょうか。呼んでいただいたも何も、はい、チハルさんが虹屋で試合やりたいって言ってくれたからですよ。めっちゃ嬉しかった。もう私たちからはとてもとてもね、いやいやいや、いや、うちはほらキャラも出せないし、うん、そう、もう本当にただのこういう場所だから、そう、まさかね来てくださいっていうのは言えないですよ。そうなんです。そしたらね、チャールさんがはい来たいって言ってくれたので、もうぜひって言って今日の場ができました。ありがとうございます。じゃあ私も復帰したら絶対やりたいので、はい、2回目3回目も、はい、ここでイベントをやっていただけたら嬉しいと思います。何復帰って、復帰って、休業中なので。あれ、今日試合しないの？ないんです。なんだよ。じゃあ別のことで働いてもらおう。試合以外でね。はい、試合以外でね。復帰は、はい、あの暖かい時期でお願いします。そうだね。虹屋もこうでもいいけど。真夏は逆に。真夏もやったよね。そうそうそう。ダーダーで。いや、うちはいつでもウェルカムです。はい。私たちもいつでも多分ウェルカム準備をしていきたいと思います。はい。では。今日のイベントを2回3回と続くように盛り上げていきましょう。えいえい、おー、ありがとうございます。菊さん、今日はやりづらかったですか、隣の2人。隣の2人のインタビューやりづらかったですね。菊さんやりづらかった。菊さんやりづらかったね。やりづらかったよね。助けてもらったよね。いや、助けていただきました。大丈夫です。お天気も持って、はい、よかったね。よかったです。本当に雨だったので朝は、うん、あ、来た。どうもどうも、ゆずずでございます。今日は私一人じゃありません。ゆずずがいます。私がついておりますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。もう髪のなびき方とか所作もゆずきゆずきで、もうちょっとすごい気合を入れて、すごい、そっくりでした。え、はい、ちょっと見ていいですか。あ、どうぞどうぞ。もうめっちゃ浅いです。バッチリ、すごいです。私と一緒に美容室行ったのかなって思うぐらい。ゆずずちゃんの写真を見て、はい、やばい、最近美容室行ってなかったと思って、の伸びてたんですよ、すごく顎下まで伸びてて、いやでも虹屋さん寒いから美容室は取っとこうかなって思ったんですけど、もうゆずずちゃんの写真見たら合わせなきゃと思って急いで美容室に行って、あのゆずずの写真を見せました。見ました、そんなこれにしてください。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。な、髪の毛バッサリ切って後悔なかったんですか。あ、もう全然、むしろもう私もすごい髪の毛長いのどうしようかなと思った時にゆずき選手と出会ったので、もうこれは切らないと思って、もう思って
色もね、そのかっこいいので赤で、まあ、絶対真似したいと思って、まあ、赤で思いっきり入れました。すごい、はい、え、メイクはメイクはこれもう、ゆずき選手の写真をすごい検索して、うん、ちょっとなんとかね、本物に見せたいと思って、ちょっと自前でなんとか頑張ってまいりました。すごいです、もう本当にすごくすごく観察してくださってるのが分かります。もう嬉しかったです、ありがとうございます。じゃあ今日の試合はゆずきの応援で、はい、はい、頑張ります、はいはい、私のセコンドついてくれます。そうです、もうぜひよろしくお願いいたします。精一杯寄せていただきますので頑張ってください。頑張ります。はい、バラちゃん。はい、こんにちは。はい、じゃあ今日のファッションチェックをお願いします。はい、今日はですね、はい、なんとこのミジティ、ミジロック T シャツ、はい、新しいのをちょっと、はい、今日から下ろしたので今日これを着ております。はいはいはい、あとはここ、はい、ちょっと横が透けてるスパッツ。バナちゃんセクシーじゃん。素敵だけどちょっとちょっとちょっとバナちゃん、バナちゃんにもバナエちゃんです。私がバナ子ですよ。あ、そうか、あ、違ったか。あ、違うの。バナナバナナでもバナエバナ子です。そうか、失礼しました。いやでも本当にすごいです、もう嬉しいです。もう嬉、私が本当に嬉しくて、バナラですよね、もうバナラ、バナラ第1号で、バナラ1号で同じ髪の毛に同じバナナ頭にしてもらって本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ジアさんがもう私の想像の100倍盛り上げてくださっているというか、はい、盛り上げます。ガンガン盛り上げて、ほっとし主旨面も負けずに頑張らないとだと思ってます。あの、バナエさんは、はい、今日ゆずき対バナコの試合どっちの応援をしますか。それはもちろんバナコさんを応援しております。あ、よかったです。もちろんこれで応援じゃないですよ、ね、どうやって応援するんですか。バナナで、バナさん、バナナで応援します。バナさんできます。もう一回ちゃんとせーの、バナナ。あ、いいですね。バッチリです。バッチリですね。私はもう今日一人じゃないです、バナエさんがいます。そうだね、頑張ります。今日の試合頑張ってください。バナナ。ゆずきちゃん、何ですか、はい、それは不用品を持ってきました。おお、何これ。スノコです。どうしたの、スノコ。これは3年前ぐらいに引っ越した時に、はい、あの、私すごいマットレスを使ってるんですけど、分厚いマットレスの下に、はい、カビないように引こうと思って買ったスノコです。え、使ってないんですか。使ってないです。未使用。なんか床が傷ついちゃうとか、うん、なんかいろいろ後回しにしてたら、後回し後回しで3年経ってました。え、じゃあ今マットレス直置きなの。直置きです。大丈夫なの。やばいです。やばいじゃん。引けば持って帰って。これはでも西谷さんに私のような必要な人が現れると信じて、ゆずきのすのこです。じゃあ持ってきましょう。はい、ずっと家に眠っていたので、はい、新品ですよ。はい、意外と軽い。3年前のね。はい、3年前に購入したけど、未開封なので全然もう綺麗ですよ。はい、すごい綺麗。はい、持っていきましょうか。はい、本日ゆずきから提供品で、はい、大きくて申し訳ないんですけど、その子です。あら、ありがとうございます。よろしくお願いします。ゆずき選手ありがとう。提供品待ってます。バナエさんと焼きそばを食べるぞ。いただきます。今日はダブルバナナです。早く食べろ。すごい美味しそうです。すごい出来たて。いただきます。いただきます。ガチャさんが作ったやつ、うん、おいしい、うん、美味しい。美味しいです。麺がもちもち。私青のり大好きなので、いっぱいかかってて美味しいです。美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。すごいいっぱいもりもり食べて試合頑張ります。応援します。応援よろしくお願いします、はい、私は一人じゃありません。今日はバナエちゃんがいます。バナエがついてます。強いですよ今日。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。後ろ姿そっくりだけど。左で食べなきゃダメだよ、ゆずず。あ、そうなんです。わかりました。いただきます。いただきます。熱々。ゆずず頑張れ。うん、美味しい。美味しいです。本当に麺がもちもち。うん、めちゃめちゃ味付けも美味しい。もうすごい具だくさんです。お肉にキャベツにもたっぷり。なんかあのバナバナチームと比べて、はい、お二人バクバク食べる量が多いんですけれども。あ、なんと、ごめんなさい。そうですか。でも美味しいんだ。すごいんですけど。
あどうぞあのもうちょっとレポート、レポート、あ箸を止めてレポートを、なるほど、あでもめちゃめちゃあのキャベツとお肉が入っててめちゃめちゃ具もいっぱい入ってるし、味付けがすごいやっぱり美味しい。はい、食べてないで喋ってもらっていいですか？ちょっと今なんか忙しいみたいです。忙しいみたいです。いっぱい。でも美味しい。硬い？前方回転とかはいい感じです。まだいいんですけど。やばいっす。鈍い音すんね。やばいっす。いつもと違います。ゆずず、いけ。柔軟。柔軟。よろしくお願いします。ゆずず座って。はい。あ、押してあげてゆずきちゃん。ゆずず、ゆずず、ゆずず。はい。はい。押してあげてください。はい。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ膝を伸ばして。はい。つま先を触るイメージできます。はい。え、柔らかい。いいよ。柔らかいですよ。狭くてもいいので膝を伸ばすイメージで。はい、わかりました。で腰を下ろすイメージ。わかりました。はいはいはい。いいよ。なるべく遠くを目指して。はい。1、2、3、4。どうだった？いやでもめちゃめちゃすごいこの辺の伸びました筋肉が。楽しい、そしてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録。よろしくね。無事に終わりました。虹屋さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそもう素晴らしかったです。めっちゃ楽しかったですね。ねえ、本当やっぱプロレスいい。嬉しい、ありがとうございます。すごいお客さんも盛り上がってて、うん、はい、子供逃げ回ってたしあの机の下に隠れてた子、隠れてた子もいたしねまたホットシュシュが虹屋に来てもいいかな。もちろんいいと来てくれるんですか。いいとも。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。何度もありがとうございます。お疲れ様でした今日は。お疲れ様でした。すごい今日はもう熱い試合を体験できてとても楽しかったです。もうありがとうございます。私はなんかちょっとよくわからない感情なんですけど、なんか本当にゆずずファンになっちゃってなので、なんか今になってすごい近い距離にドキドキする。なんかだからこう2人でああってずっとやってます。私は推しなんです。私もすごい照れちゃって、可愛いです。ありがとうございます。